どうもすいません、フェアリーステークスの結果分析です。1着ライラック、2着スターズオンアース、3着ビジュノワールでした。パドックで馬体を見た感じだとスターズオンアースが思ってたよりも良かったですし、まあ、現状では完成度が高かったんで、まあ、ちょっと評価が上がったんですが、ただエリカビータも仕上がり良かったですし、まあ、国枝厩舎なんでアーモンドアイと似たような感じのための効くような作り方ができてて、でまあスピード競馬に関してはちょっと不安はあったんですけれども、まあルメール騎手なら今の中山なら大丈夫だろうなっていうような感じがあったので、まあ結構馬券圏内は硬いかなっていうふうに思ってたんですが、まあ道中後方でいいところで足を溜めて落ち着いてルメール騎手完璧に立ち回って4コーナーまではもうほぼ完璧で、展開的にも外からの追い込みが効く展開にはなってましたので、まあ4コーナー手前のところまでは、まあ、馬券圏内 99% 以上かなっていうふうには感じてたんですけれども、まあ、そこで大きな不利がありまして、原因はですねスプリットザシーが馬群の中でちょっとバカついたというか若さを出してブレまして、それでポケットシンデレラとぶつかりまして、ポケットシンデレラがエリカビータにぶつかったっていうような形で、もう思いっきりバランスを崩してましたので、あの形で競馬に参加できるような馬はいないかなっていうような、それぐらいの大きな不利ですね。まあ故障してなさそうなのでそれは良かったですね。まああの形だと体ねじれてましたし、まあどうかなとは思ったんですけれども、それで見りゃ簡単にわかるようなことなんですが、それでもエリカビータ弱いだとか、ルメール騎手不調、ルメール下手、ルメール終わったみたいなことを書き込んでるような人がいて、まあレース映像見てないのかなっていうふうに思うぐらいで、まあ見ててあの感じならもう救いようがないかなっていうふうに思いますね。レース全体についてなんですが、浦川の奇跡はスタートは良くなかったんですが仕掛けて花を奪いに行きましたね。まあスピードはありますね。で、まあそれでもどちらかというとダートの方がいい馬ですし、まあ、距離的にもちょっと長かったかなというような感じがありましたので、まあ1000メートルの通過が59秒9スロー気味ではあったんですが、まあ馬場とか今の3歳牝馬同士ということを考えるとスロー気味の平均ペースぐらいで引っ張ったかなというようなところがありまして、で後半に関しても津村騎手が早めに仕掛けてっていうような形で、まあ、しっかりと後半も作ってたかなとは思いますんで、4コーナーまでは津村騎手はある程度競馬作ってましたんで、その分2番手にいたフィールシンパシーも競馬しやすかったかなっていうふうに思いますね。まあその流れに乗って2番手から抜け出すだけだったんで。で、他の馬たちに関しては、瞬発力勝負とまではいかなかったんですが、ただ瞬発力を、良い瞬発力を使った馬たちがいたっていうようなレースでもあって、スターズオンアースに関してはうちの方から瞬発力を見せたかなっていうふうに思いますし、エリカビータに関しては瞬発力というよりかは外からなだれ込みみたいな形で勢いよく回ってきたっていうような感じなので、まあその2頭は特に目立ったかなっていうふうに思いますし、ビジュノワールはまあ止まった馬たちを刺した程度なんですけれども、まあ4着以下に関してはそんなに瞬発力を使ってなかったので、だから瞬発力勝負っていうような感じでもなかったんですがっていうようなところですね。それでは右の方から1頭ずついきます。エヴァーシャドネーは、まあ、やっぱりパドックなんか見ててもまだ完成度が低くて体全体の動きは緩いんですよね。まあ、ただワンペース気味になった場合だと藤岡雄介騎手なんでちょっと怖いところはあるかなっていうふうには見てましたし、まあ、中段よりも後ろの内の方で足は溜まってましたので、まあ、スムーズに外に出せればっていうような感じも少しはあったんですが、ただ直線のところでスターズオンアースが内に切れ込んできて邪魔しましたね。不利を受けまして、そこでブレーキかけて、まあそこからだと苦しいかなっていうようなところがありました。まあでも、もしあの不利がなくとも、掲示板争いまでは難しかったかなっていうような、そういうような、まあ、とにかくまだメリハリの効いた足が使えないところがありますので、まあもうちょっと流れが向けば掲示板ぐらいあったかもしれないんですが、まあちょっと今回の展開、今回のレースの質では厳しかったかなというような感じがありましたね。ビジュノワール、
ビジノワールについてはレース前にヒルノダムールと似てるっていうふうに言ったんですが、ヒルノダムールは皐月賞で好走したり天皇賞春を勝ったりした馬なんですけれども、まあなのでまあちょっと困窮、ヒルノダムールは困窮者だったんで、まあ、困窮者かなと思ったら中立厩舎なんですよね。まあ大体困窮者って似たような馬が多いので、まあ、こういう馬多いんですけれども、でこの馬のいいところは、まあ、シュッとした感じで筋肉の質も良くて全身を使っていいフットワークで走るっていうところで、まあ、今回に関しても直線の末足ある程度いいものがあったんですが、まあ、ただ道中引っかかったりだとか気象的に若さをだいぶ見せてましたし、まだまだだなっていうような感じなので、賞金は加算したかったところなんですけれども、まあ、それでもまあ足を貯めて外に出すっていうような形で大野騎手がうまく乗りましたし、次につながる競馬しましたし、まあ2戦目としてはだいぶいい内容ではあったかなというふうに思いますので、まあ今後楽しみだなというふうに思いますね。スターズオンアース。スターズオンアースはプラス体重でふっくらとして前走よりも確実に良くなってましたね。ですから狙ってみようかなというふうに思うぐらい魅力があったんですが、まあ、ただコーナーから足を使わされるような展開とかになるとどうかとかいろいろ考えると、まあ、やっぱりジョッキーがいいエリカビータールメール騎手を買ったっていうところがあるんですけれども、まあ、スターズオンアースに関しては、まあ、今回なんだかんだ言って足が溜まるような展開にはなりましたし、まあ、スタート直後はちょっと前行き過ぎだったんですが、結局は前が壁になってずっと直線向くまで足が溜まってましたし、まあ、内に切れ込んだのは良くないですし、まあ、結果として、ああいうふうに内に切れ込んで打ち突きをしたからこそ、ラスト数十メートルというところで外から来たライラックにグイッと出られちゃうんですよね。まあ、これに関しては、何度も何度も説明してきたんですが、打ち突きが良くない理由なんですよね。一瞬はいい足は見せるんだけれども、最後は甘くなりがちっていうのが打ち突きで、まあ、重賞とか G1 とかレベルが高くなればなるほどそういうことがよく起こるっていうところですね。足の使い方というか進路取りですね。ビクトリーロードに近いところでスムーズにその進路を取るかっていうことがいかに重要かっていうことなんですよね。慌てて空いてるところ空いてるところに行ってるようじゃあんなことになってしまうということで、まあ、さらに言うと、うちにいたエヴァーシャドネーの前に入って邪魔して、まあ、制裁を受けたかどうかわからないんですが、制裁受けて当然の進路は取ったかなっていうような危険な騎乗ではありましたので、まあ、よくはないですね。それで、まあ、さっきも言った通りふっくらとしてよくはなったんですが、ただまあ、レース前にも言ったんですが、ここの高柳厩舎って結構だんだんと筋肉の質が落ちていったりだとか馬がワンペースになっていく傾向にある厩舎で、距離を伸ばすということに関してはちょっとあまり優秀な厩舎とは言えないところがあるんですよね。で、半年後1年後小馬になってからこの馬を成長させられるかというと、そこがかなり微妙で多分ダメだろうなっていうふうに僕は思ってるんですけれども、ただ現状完成度が高いんですよね。ですからもうすでに完成してるような状態に近いような馬体なんですよね。丸みを帯びてバランスも良くて力強さもあってっていうような形で、まだ瞬発力も現状なら溜まれば瞬発力がある状態ではありますので、まあなんとか3歳の春までは持つとは思うので、まあ、ここの厩舎でも能力が大きく落ちる可能性は低いとは思うので、この状態をうまくなんとかキープして、まあ、それで足を溜めるような競馬ですね。桜花賞とかで今回みたいにポジション取ったらまずダメだと思うので、なるべく下げて直線勝負で最後一番いいところでビュッと足を使えるような内から外への進路を取ってっていうような形で競馬ができれば、桜花賞まではまあ、オークスまでもなんですが、チャンスはあるとは思うので、まあ、そうですね。まあ、現状では高い評価をしていいと思いますね。西野ラブウィンク。西野ラブウィンクはですね、まあ、仕上がりは良かったとは思うんですが、ただ、なんというか、全体的に動きが丸いというか、まるで短距離馬みたいな動きしかできないところがあって、まあ、そういった意味でレース前にもちょっとパンチ不足なところが出るかもしれないっていうふうに言ってたんですが、
結局今回その最後のパンチ不足っていうところが出ましたよね。もっといいポジションから流れに乗ってスッと抜け出すような感じになればですね、いい競馬できたとは思いますし、上位に食い込んだとは思うんですが、結局は中段あたりで足を溜めて、それで直線中途半端のポジションから外から瞬発力で抜け出さなきゃいけないっていうような展開、レースの質になりましたので、そこで瞬発力不足が出ちゃったっていうような感じなんですよね。まあ、この中山のマイル、右回りペースが流れやすいコースっていうのは合うので、まあ、いかにもなマイルの流れっていうような感じでスッと抜け出すような感じだと、現状だと結構いいところがあるとは思うんですが、まあ、こういうような競馬しかできないところがあるので、そうですね、やっぱり将来的には1004以下短距離に転向した方がいいかなっていうようなタイプではあると思いますね。スクルトゥーラも仕上がりは良かったと思いますね。まあ、徐々に良くはなってるかなとは思うんですが、まあ、ただやっぱりどちらかというとスピードタイプに寄ってるところがあるので、まあ、今回直線で、まあ、多少瞬発力がいるような展開になりましたので、まあ、そこでパンチ不足っていうところが出たかなっていうふうに思いますね。まあ、それでもスピードとセンスはある馬ですし、まだ良くなっていく馬ではありますので、自己条件なら楽しみな馬なんじゃないかなっていうふうに思いますね。スピードグラマーはやっぱり全体的にちょっと軽すぎるところがあるので、あとはそうですね、メンタルがまだ弱いところというか若さがあって、まあ、勝負どころ4コーナーの手前なんかで置かれたりなんかして、で、まあ、あれで置かれたのは逆にためが効いたんで良かったんですが、外に出ても伸びきれずっていうところはパワーが足りないっていうようなところかなっていうふうに思いますね。まあ、ダーとかもっとレベルの低いところで短距離か力のいる馬場使った方がいいかなっていうふうに思いますね。ブルトンクールは、まあ、この馬もまだ完成度が低くてドタドタしたところがあるんですが、ただこの馬は少し良くなってましたし、あとこの馬重さが良い意味での重さがあるタイプなので、こういう馬って使いながら成長していく可能性があるので、まあ、どっかのタイミングでしっかりとバランスがついた場合だとしぶとい足を使うようにはなるかなと思いますし、今回に関してもちょっと乗り方があんまり良くなくて、3番手の外からで中途半端に綺麗に乗っちゃったんですよね。まあ、あの形だとやっぱり直線瞬発力が必要な感じになっちゃうので、他の馬たちと比べて瞬発力が足りないようなところが出ちゃったので、今回の展開であの3番手の外から競馬をするんだったら、もう4コーナーの手前で早め先頭玉砕的な競馬をしてっていうような形だと持ち味が生きて、もしかしたら馬券圏内に来てた可能性はあったかなっていうぐらい、それぐらい思ってたよりも内容が良かったですね。ライラックはですね、馬体面に関しては仕上がりは良かったとは思うんですが、歩き方があんまり良くないんですよね。まあ、それは歩き急ぐような歩き方で、でオルフェーブルサンクってこういうタイプが多くて、だからこそ以前から何度も言ってるんですけれども、オルフェーブルサンクは取捨取り捨てが難しいというか、ギャンブル性の高さを感じるっていうような、乗り方が難しいような馬が多いっていうふうに言ってるところがあるんですよね。ですからエリカビーターなんかだと落ち着いてためが効くような歩き方ができてて、もう断然見た目でいくとエリカビーターの方が信頼性が高いんですが、ライラックはそういうギャンブル性の高さを感じてしまうっていうような歩き方なんですよね。ですから今回はですね、レース展開によっては、レースの質によっては自滅で直線全く伸びずっていうような競馬もあり得たと思います。ただ途中でミルコデムーロ騎手が上がってって、さらに4コーナーのところでも外から大胆に勢いつけて回るっていうような騎乗をして、あの形でうまくいくときに走るのがオルフェーブルサンクなんですよね。でそれに関してもやっぱり前の馬たちがそんなに強くなくて、周りの馬たちもあんまり強くなくて、それでスッと上がっていけたっていうことですね。周りの馬たちが抵抗するような、もしくは前が止まらないような展開だと、ああいう乗り方だと不発に終わってロスになって止まるっていうことが多いんですけれども、まあ、今回に関してはああいう乗り方がハマったようなところもあって、でライラックも馬体ですね、出来自体はある程度良かったので、まあ、その分足が溜まって自分の足を使えたからこそ勝ち切れたかなというような内容なんですよね。まあ、ただ何回でもいつも安定してこういう走りができるタイプかというと、そういうタイプではないです。
エリカビータ。エリカビータは馬体は減ってましたけれども、まあ、特に問題はないですね。まあ、2戦目って仕上げが難しいんですけれども、馬体は減ってても必要な筋肉はしっかりとついて、馬体は逆にしっかりとした形にはなってましたので、落ち着きもありましたし、ためが効きそうな歩き方も良かったですし、まあ、最初にも言った通り、同じ国枝厩舎なんで、アーモンドアイのような、ための効くような歩き方ができてたっていうところで、もうパドックを見た時点では全く問題がなかったですね。で、まあそういった中でも、スピード競馬になりすぎた場合だと、ついていけない可能性がある。まあそれは言ってたんですが、まあただ全体的にペースも速くはなかったですし、レースレベル的にもそんなには時計も速くはなかったっていうところで、さらにスタートは良くなかったんですが、まあそこは逆に良かったですね。後ろからになって良かったです。というのは前の方は団子状態になってましたんで、馬群の中から競馬をするにしてもごちゃごちゃする可能性、あとは外を回るとなるとだいぶロスがあって足がたまらなかったと思うんですよね。ですからばらけたポジションの後方で一旦足を溜めて落ち着いてリズムよく走らせてっていうこと大事だったので、もうルメール騎手は完璧に乗りましたし、途中で早めにラッキーライラックが上がってったんですよね。でラッキーライラックが外から上がってってくれると外が押し上げていくような展開になるので、そこについてってラッキーライラックを目標に直線勝負というような形、まあ、これは理想的な形でしたし、4コーナー前後でもライラックが勢いつけて回るような形で外から押し上げてくれましたので、もう展開的には完璧にはまってましたし、もうエリカビータはスムーズにいってれば多分勝ってましたね。ただ4コーナーであれだけのアクシデントがあって絶望的な不利を受けましたので、もしかしたら精神面に後遺症が出る可能性もありますし、まあ、精神面に後遺症が出れば調教もうまくいかなかったりだとか調子を崩す可能性もあるので、そこはだいぶ心配ですね。今までですね、この成長段階でああいうような不利を受けたりとかアクシデントがあった馬ってなかなか耐性しなかったっていうことが多かったんですよね。ですからまあ、直線の走りなんか見てたら、走りがおかしくなったとかはなかったので、まあ、エリカビータなら、なんとか盛り返して、重賞で活躍する、まあ、G1 勝つかもしれないなっていうようなところはあるんですけれども、まあ、ただ、今までの例でいくと、なかなか、こういうようなことがあると、やっぱ競馬って、運も大事なので、エリカビータって今回すごく運がなかったっていうところがあって、もしかしたら運のない馬の可能性があるんですよね。その点は心配なので、まあ20数年間見てきて、その中でもエリカビータは稀な形で耐性するっていうふうに、そういうふうに、まあ、今までのその変な固定観念みたいなものを払拭するような活躍を見せてほしいなっていうふうに思いますね。スプリットザシー。スプリットザシーは、まあ、エリカビータあたりと比べるとちょっとこじんまりしたような作りになっちゃいますし、バネなんかも少し落ちるんですが、まあ、でも、バランスは取れてて、比較的仕上がりは良かったかなっていうふうに思いますね。まあ、そういった中で、まあ、まあ、パドックでの歩き方なんか見てても、キョロキョロしてたりだとか、若さ見せてましたし、やっぱり気象的に若かったんだなっていうような内容で、4コーナーのところで、まあ、狭いところに入ってバカついたというか気象的な若さ出して、まあ、ブレて他の馬にぶつかって大迷惑かけちゃったなというような感じではありますね。まあ、丸山元気騎手としては特に悪くはないというか、強引なことをしたというわけではなくて、まあ、譲れないポジションを譲らないというような形で外へ行こうとしてた中で、まあ、特に大きくおかしなことを除去をしたわけでは、丸山元気氏はおかしなことをしたわけではないんですが、まあ、そこで普通のことをした中で、スプリットザシーが気象的にまだ対応できなかったっていうところで、普通の競馬ができなかったっていうところではありますね。浦河の奇跡。浦河の奇跡は、まあ、やっぱり短距離馬らしいというか、ダート馬らしいような感じで、友とかお尻とか、その辺にボリュームがありますし、まあ、芝も短距離平坦とか小回りとかだったら少しはこなすとは思うんですが、ただマイル以上となると少し距離を持たすのは難しいかなっていうような感じではありますね。雪柳。雪柳は
まあこの馬も少しは良くはなってたかなと思うんですが、やっぱり力強さというか重厚感が足りないようなところもありましたし、まともに好意の外を回るような競馬になりましたので、足もたまりきらなかったなっていうふうに思いますんで、もうちょっとごまかすような競馬ができてれば、もう少し見た目のいい競馬になった可能性はあったと思いますね。まあ距離はもうちょい短い方が乗りやすいかもしれないですね。バンルーラーはですね、パッと見はそんなに悪くないですし、体調も良さそうではあったんですけれども、ただ、まあ、レース前にも言った通り、未勝利戦を勝った時なんかは、もうちょっと全体的なバランスが良くて、ためが効くような感じで、効率のいい走りができそうな感じになってたんですけれども、今は、友とか後ろですね、後ろを強くする調教をしすぎているがために、バランスが崩れちゃってるんですよね。ですからためが効かないというか、効率のいい走りができないんで、長く足が使えないところがあるんですよね。まあしかも好意の外目からですね、まともに競馬しちゃったんで、なおさら足がたまらなかったかなというようなところがあるんで、まあ未勝利戦ぐらいのバランスでためが効くんなら、もうちょっといい競馬できたとは思うんですが、まあ今回みたいになってしまうのは、そういったようなまだ厩舎がうまく作れてないっていうところはありますね。厩舎力的に微妙ということですね。ポケットシンデレラは、まあ、ジャングルポケットの血統らしくて、まあ、そういった意味で楽しみな馬で、希少価値があるっていうふうに言ったんですけれども、まあ、やっぱり馬体なんか見てても一回使って良くなってましたし、お尻が高くなってるような感じで、まあ、バランス悪く見えるかもしれないんですが、ジャングルポケットの血統はこれでいいんですよね。で、筋肉の質とか、まあ、全体的な動きなんかも良かったですし、ただレース前にもダッシュはあんまり速くなさそうだっていうふうに言ってたように、まあ、スタートが良くなかったというのもあるんですが、後方からになってしまって、で、まあ、後方からになっても、追い込む競馬で、それなりに競馬できて、次につながる競馬できるかなというような感じで見てたんですが、まあ、4コーナーのところでスプリットザシーが、ああいう気象的な若さ出してぶつけてきましたので、あそこで競馬が終わりましたね。ですから、ポケットシンデレラに関しても、エリカビータ同様、後遺症がなければ、まあ、今後いいところが出てくると思いますし、まあ、エリカビータほど素質があるかどうかはともかく、まあ、この馬もなかなかの素質馬ではありますので、重賞勝ち負けしてもおかしくないレベルになってくる可能性はあると思うんで、精神面の後遺症とか、そういう面、故障とかが出なければいいなというふうに思いますね。テオーシャルマンは、まあ、この馬は、そうですね、まあ、レース前にも言ったんですが、バランスが悪くなっちゃってるんですよね。まあ、後ろの足の方にボリュームが出てる代わりに、もう前後のバランスなんかも悪くて、歩き方なんか見ててもガタガタですよね。まあこれは厩舎力がなくて、まあ厩舎がうまく作れてないっていうような現状ではあるんですよね。まあダートの両馬場とかだったらまだ少し走るかもしれないなっていうふうに思いますので、まあダートにまず戻して成長を促してっていうような形だと、バランスが良くなれば、芝でも少しは走る可能性はあると思いますね。フィールシンパシーはですね、まあ、現状でもバランスがある程度良くて、完成度がある程度高いところがありましたし、あとはポジションが良かったですね。2番手に行けて、で、逃げ馬がペースメイク下手くそだったらダメだったとは思うんですけれども、ちゃんと浦川の奇跡の津村騎手が4コーナーまで引っ張ってくれましたので、まあ、その分2番手から有利な競馬ができたかなというふうに思いますし、現状ではある程度センスのいい走り、安定感のある走りできてますので、まあ、スッと抜け出すような競馬で、それなりの競馬したかなっていうような感じでありますね。まあ、ただ、やっぱりそうですね、抜きん出たものがないので、今後に関しては相手が強くなったり、レースレベルが高くなるとどうかなっていうところありますね。以上で失礼します。